ピノキオさんが取ってきた肉は、それは見事な料理に変貌しました。あの老いた人形は美しくないけれど、調理の腕は素晴らしいようです。美味しいわ。もっとお肉をちょうだい。材料がないなら狩りに行って。美しい声が無慈悲な命令をも輝かせる。ああ、あの生態が欲しい。そのために彼女に奉仕せよと言うならいくらでも。僕も行こう。取ることには自信がある。おや、金のお邪魔虫がプンプンと。私一人で十分ですが。遠慮するなよ、ターメルン君。微笑み合う私たちの背後では、なぜかピノキオさんが震え上がっていました。君はあの少女を殺す気かい？まさか。私はあの美しい声が欲しいだけ。すまないが、僕もあの子に用があるんだ。あなたも生態を狙っているのですか？違うよ。僕は義神と暗鬼が言っていた悪霊とやらが気になるだけさ。なんとなくあの少女が鍵になる気がしてね。荷車に乗り切れないほどの獣を飼って屋敷に戻ると、待っていた少女、いや今はご主人様だね、が眉を潜めた。やだ獣臭い。第一そんなにお肉いらないわよ。うん、そうだよね。うすうす気づいていたけど、ついハーメルン君と張り合ってしまったようだ。僕もまだまだ若いな。もう獣の肉はいいから、何か別のことをしてちょうだい。別のこと？どんな？自分で考えて。そのための羊でしょ。なるほど。では金でもっと使用人を雇おう。僕の提案に少女は呆れた顔をした。you